でアミノ酸のの構構造造がヒドロキシメチル元になった構造を持つセールあるいは S の略語で表され IUPAC 命名法に従うとにアミノマイナス3、ヒドロキシプロピオン酸である。セリシンの加水分解物から1865年に初めて単理され、ラテン語できぬを意味するセリカムからこの名がついた。 構造は1902年に明らかになった。極性無電化速酸アミノ酸に分類され、グリシンなどから作り出せるため、ヒヒッスアミノ酸である。陶原性を持つ。酵素の活性中心において、嗅覚子役として機能している場合がある。多くの生物において生合成されタンパク質を構成する要素の一つでもある。従来、 哺乳類の組織には存在しないと考えられていたが、哺乳類の脳組織に存在する内因性物質であることが分かってきた。生体内では、解糖系の中間体である酸、ホスホグリセリン酸から、ホスホグリセリン酸でヒドロゲナーゼ、ホスホセリンアミノトランスフェラーゼ、ホスホセリンホスファターゼの働きにより合成される。グリシンと、 科学的に、相互変換される関係にある。プリン、ピリミジン、システイン、トリプトファンなどの生合成に関与するため、代謝において重要である。酵素の部分構造に含まれ重要な役割を果たす。キモトリプシン、トリプシンなど多くの酵素の活性中心に存在することが示されている。いわゆる神経ガスや殺虫剤は、 アセチルコリンエステラーゼの活性中心のセリン残基に結合し、酵素反応を阻害することによって、毒性を発揮することが知られている。神経伝達物質であるアセチルコリンがその役目を終えた後、アセチルコリンエステラーゼがすぐに破壊して、活性を失わせるが、これが作用しないと、過剰のアセチルコリンが蓄積することになり、痙攣などの発作を誘発して死に至らしめる。 タンパク質の構成要素としては、即座のヒドロキシ事によって、グリコシド結合を形成するという特徴を持つ。これは、糖尿病の症状を説明する際に必要となることがある。新核生物におけるシグナル伝達の際に、キナーゼによってリン酸化される3種のアミノ酸残器の一つである。リン酸化されたセリン残器は、ホセホセリンと呼ばれる。セリンプロテアーゼは、 典型的なタンパク質分解酵素である。ありがとうございます。